今回はマダラの白子の下処理から天ぷらの作り方をやっていくので最後までご視聴ください。最初に白子を水洗いして汚れを取っておきます。次に白子を一口大に切り分けながら、太い筋が残っていたらこの筋を切り取っていきます。この筋が残ってると食べた時に口に残るので、なるべくきれいに取った方がいいですね。でも太い筋以外を切っちゃうと白子がバラバラになるので気をつけてください。すべて切り分けたら少し薄めの塩水を作って、ここに氷とお酒を少し足して、この中に白子を入れて30分くらい白子の血抜きをしておきます。この間に天ぷら粉を作っていきます。最初に水500に対して卵を1個足して、ホイッパーで卵を切るように混ぜ合わせて、卵水を作ってから、この卵水1に対して薄力粉を1足して、ざっくり混ぜ合わせて天ぷら粉を作っておきます。少しダマが残るくらいですね。沸騰したお湯に塩を一つまみ、ここに白子を入れて中火にして1分くらいボイルして、すぐ冷水にとって冷ましておきます。白子の水気はよく取ってください。水跳ねするのでね。白子に打ち粉をして余分な粉は払ってください。打ち粉は天ぷら粉とのつなぎ的な感じですね。打ち粉をした白子を天ぷら粉にくぐらせて揚げていきます。油の温度は180度くらいでいいと思います。白子を入れてすぐはいじらないで、30秒くらいはこのままで。入れてすぐ箸を入れると衣が剥がれたりするので注意してください。2分くらい揚げたら上下を返して、さらに1分くらい揚げていきます。白子の油をよく切って油を落ち着かせておきます。白子をお好みで盛り付けてもらって、盛り付ける時も少し立体的に盛り付けると美味しそうに見えると思います。あとすだちと塩を添えたら白子の天ぷらの出来上がりです。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録の方もお願いします。